エアーズロック空港は、オーストラリア連邦ノーザンテリトリー巡州にある空港。航空事業の功労者、エドワード・コネランを記念して、コネライ空港とも呼ばれることもある。ノーザンテリトリー第2の都市であるアリスス・スプリングスから、車で5時間、ウルルから車で20分の距離にあり、毎年40万人ほどの旅客を取り扱っている。エアーズロック空港のメインターミナルビルは主に、 定期便に利用され、チェックインデスク、手荷物保安施設、バゲージレーン、自動販売機、バスターミナル、短期駐車場、ナショナルジオグラフィックショップなど様々な施設を備えている。この空港を離着陸している最大の航空機は、カンタス航空、バージンブルーが運航するボーイング737から800型機で、ついで、カンタスリンクの運航するボーイング717から、 200となっている。また空港にはアスファルトで舗装され、照明装置や VASIS を備えた2599メートル30メートルの滑走路がある。現地時間の2000年8月6日午前8時41分、アンセットオーストラリア航空のエアバス A320 から211型機がシドニーオリンピックの聖火を乗せ、ニュージーランドのオークランドより到着した。 ウルルはオーストラリアの聖火リレーのスタート地点となっており、ウルルの周りを聖火が一周した後に公式行事が行われた。またこれらの定期旅客便以外にも多くの観光フライトが民間のチャーター航空会社によって運航されており、空港で最も多く見られる航空機は軽飛行機である。ありがとうございます。